さんこんにちは。カキラリストのリンです。今日はカキラというエクササイズをご紹介いたします。カキラは深呼吸するような深い呼吸、特に吸う呼吸を使って肋骨を引き上げたり膨らませたりして体の動きの要となる背骨を整えていきます。背中に軸が立って美しい姿勢を保てるようになってきます。そしてあともう一つ、今の時期とっても大事なことです。リンパ液の流れを促進します。カキラでは脇、この脇のリンパの流れをしっかりと流していきますので、体中すっきりむくみも改善しながら、そして免疫力を高めます。強い体づくりを目指していきます。まずは基本のカキラから、ぜひ皆さんご一緒にどうぞ。それではいきます。お尻の骨、座骨を立てて座ります。あとはリラックスしていきます。手をお尻の横あたりについたら、反対の手揃えて膝のあたりからスタートです。小指意識、吸う息、斜め前、手首を折って小指から回します。吐く息で背中の力を抜いて顎を引きます。お腹も緩めます。息を吸います。ここで深呼吸するような呼吸です。吐きます。吸いながら顔を起こします。小指から内側へ、吐く息、肘から下ろしたら反対の手を構えます。吸う息、小指から斜め前、手首を折って小指からぐるりと回し、吐きます。背中の力抜きました。少し下を向いて息を吸います。天と地をつなぐ肩、背中周り血流が上がっていきます。吐きます。吸いながら顔を起こします。小指から内側、吐く息、肘から下ろします。片方の膝を立てます。中指膝に置きました。反対の手、手首を折る。息を吸って、はい、吐きます。膝の高さ狙い、下から支えます。脇しっかりピタッと閉じます。吸いながらスライド、ここで一度全部吐きます。そうです、息を吸います。肩周りほぐれていく、羽を開く肩、吐きます。手をふんわり離したら足を入れ替えます。膝を立て、中指を持ちます。息を吸う息、吐きます。膝の高さのところちょうどいいです。脇を締めます。息を吸って、一度吐きます。吸う息、羽を開く肩、背中周りどんどん楽になっていきます。吐く息、手をスライド、離します。もう一度あぐらの状態になりました。中指で膝を持ちます。反対の手、指先揃えて頬の横、このあたり、息を吸って中指、吐いて肩の力を抜きます。順番に動かしていきます。まずは顔、そして胸も横、軽く天井を見上げて吐きます。ここです、息を吸います。肋骨を引き上げ、背骨がほぐれていく光の肩、吐きます。顔を戻し正面、肘から優しく下ろします。中指で膝を持ったら反対の手、息を吸って、吐きます。吸いながら顔、胸、天井を見上げて吐きます。息を吸う息、どんどん背中周りが楽になっていきます。吐きます。顔を戻し正面、肘から優しく下ろしていきます。今度は手のひらを重ねて胸の前、
ちょうど胸から10センチぐらい浮かせたところです。吸い気、肘を絞るように斜め上、腕を開きます。吐く息、肘から下ろします。手の合わせを反対側にします。小指を意識、息を吸って、無理のないところ、気持ちよく上がった位置です。腕を開きます。お顔が見えたら吐きます。新開きの方、皆さんいかがですか？背中が軽くなったかと思います。この後、むくみ改善かきら、ウエストシェイプかきら、全身代謝アップかきら、ぜひ続けてやってみてください。